オレアイ干渉、オレアイ干渉、オレアイ干渉、オレアイアトールは、カロリン諸島、ミクロネシア連邦のヤップ州にある22の小島の一軍、オレアイ干渉、メレヨン干渉とも呼ばれる。東西 8km、南北 5km の域内に点在し、格闘海抜は1ルから3ルである。太平洋戦争序盤から中旬までは、日本軍の小規模な基地が置かれていた。 日本軍の故障は、メレヨン島。絶対国防権強化のため1944年、昭和19年頃より兵力を増強する。だが、サイパン島玉砕以後は、補給が途絶え、兵員は飢餓に苦しんだ。結果的に、日本軍守備隊は飢餓により事実上全滅しており、守備隊、約7000名中、約5000名戦病し、戦わずして玉砕した悲劇の島と言われている。 現在、の人口はおよそ800名。ウォレアイでは1913年に、ジョン・マク・ミラン・ブラウンによって、現地人によって書かれた、固有の文字が発見された、ウォレアイ文字。第二次世界大戦中は、メレオン島と呼ばれて、日本軍の基地となり、小規模の監視所が設置されていた。絶対国防圏の防御力強化、及び、マリアナ諸島での戦いに備え、 1944年、昭和19年2月29日、第68警備隊、第49防空隊、第4施設部が、新港丸で、メレオン島に到着、飛行場建設を開始する。3月1日付で、第68警備隊、第49防空隊は、海軍第44警備隊、司令、宮田義信海軍中佐に改編される。 当時の残留島民120名は南西端のフラリス島に集められ隔離されていた。連絡には大発動艇を使用し、日本軍にとって貴重な食料を供給することもあった。4月7日、メレイオン守備隊は輸送船3隻、松江丸、木津川丸、新玉丸に分乗し、護衛艦の駆逐艦3隻、水月、湯月、大石隻と共に、 サイパン島を出港する。だが、米潜水艦、シーホースの来撃で、新玉丸、沈没、木津川丸大破の損害を出して、一旦グアム島へ引退。改めてメレヨン島へ向かい、4月12日に到着。南洋ご主隊河原健太郎大佐が合流した。しかし、直後から、米軍の激しい爆撃と、艦砲射撃にさらされて、せっかく作った飛行場も、 ほとんど使われず、将兵の転勤等に利用、食料のほとんどすべてを揚陸直後に喪失してしまい、以後の日本軍は終戦まで、極度の飢餓に苦しんだ。6月1日府で、南洋護主隊長は、河原健太郎大佐、サイパンへ、転勤から北村活動少将に交代。南洋護主隊も独立混成第50旅団に、解消された。輸送船による上陸と補給は、 1944年、昭和19年4月12日の松江丸、南洋護試隊上陸、前日、4月14日の山陽丸、海軍、第216設営隊978名、第58停白城司令部、メレオン支部6名上陸、5月6日の小三丸入港、5月14日の基本戦号席、入港、バタビア丸、上島丸等、 海軍第59防空隊259名、第44警備隊増援隊、上陸、6月4日の、第1日小丸入港、患者療養班40名上陸、6月4日から6日の、規範船開港班、神力丸以下10隻。キロ、全滅、7月15日の病院船、日川丸入港に留まった。なお、メレオン投機工事に、氷川丸は嫌いに触れ、 勝破している。7月中旬に、サイパン島の日本軍守備隊が玉砕して、サイパン島の戦いは、終結、米軍は、メレイオン島の日本軍守備隊を放置した。第31軍司令部の機能喪失により、メレイオン守備隊は、ザイトラック第52師団長の指揮下に入った。以後の補給は、単独高校の潜水艦に頼らざるを得なくなり、1944年、 昭和19年10月28日の以降第363潜水艦、量食75トン、重油5トン揚陸、内地域便乗車7名収容。1945年、昭和20年1月25日の以降第371潜水艦、同年2月16日の以降第366潜水艦、量食、燃料補給。行員42名収容。 3月3日、クレキ、5月7日の E369、工実にとどまり、輸送任務に従事する潜水艦も、安全とは言えなかった。内南洋方面離島18カ所、自給可能7、成果不十分ながら自活中4、自給極めて困難を、自給策立たずにには、約14万2566名の将兵が、展開しており、 昭和20年4月14日軍令部長、昭和20年初頭以降は、トラック白地、約4万4千名、メレヨン島、約4500名、ウェイク島、約4300名、南鳥島、約3200名のほか、補給を行えなかった。中部太平洋方面の輸送任務で、インゴ第365潜水艦、昭和19年11月28日沈没。 以後第362潜水艦、昭和20年1月18日沈没、以後第371潜水艦が失われた。特に E362 は、メレオン輸送のため、昭和20年1月1日横須賀を出撃、1月18日、メレオン島到着予定日の3日前に、米軍駆逐艦に撃沈されて、メレオン島に到着できなかった。 E371 は1月25日にメレヨオン島銀後、トラック白地へ開港。1月31日に同地を出発して横須賀に向かった後、行方不明となった。また、沖縄戦や本土決戦が視野に入ると輸送用潜水艦も次々に人間魚雷回転の母艦に転用され、中部太平洋諸島の輸送作戦に従事していた台。 7潜水船体は3月20日府で解体。同日編成の第16潜水隊、以後第369潜水艦、以後第372潜水艦、波101、波102、波104で細々と輸送が続けられた。常日のように補給量は限定的であった。メレオン島は島全体が標高のほとんどない珊瑚礁であるため濃厚には向かず。 二メートル、掘ると、水が湧き出す。火薬を用いた量による成果も、舞台全体に行き渡るはなく、食料生産もはかどらなかった。小魚、ネズミ、ヤドカリ、トカゲ、ヤシガニは貴重なタンパク源であったという。潜水艦による4度の補給はあったものの、前日、深刻な飢餓が発生し、終戦までに多数のが死病死者を出している。自殺して、 戦病死扱いになった兵も少なくない。農作物窃盗による処刑や制裁、同種打ちによる死者もあった。上述の1944年4月の攻撃以降は、米軍は本島を放置しており、以後は上陸作戦や、艦砲射撃、大規模な航空攻撃といったものは行われず、たまに B-24 リベレーター爆撃機が飛来して、爆撃があるのみで、 これに対し日本軍の広角法は法院の体力不足から一発を発射するのがやっとであった。1945年昭和20年3月11日夜、うるしい干への特攻作戦、短作戦で特攻隊、銀河を誘導した第五航空艦隊、司令長官、宇垣、マトイ海軍中将所属の二式飛行艇一機が着水、修理も、 燃料補給もできず水没処理された。宮高海軍守備隊司令は、小森軍将尉ほか11名の搭乗員に対し、内地との連絡が遮断されて1年が過ぎ、暗号も更新されていないと伝えた。基地の兵は、毎日10名が合死する生き地獄の島とも、紹介している。また、北村陸軍少将,将が、搭乗員に送った黒塗りの箱には、サツマイモが入っていたが、 これは同東における最高の報奨であった。飛行艇搭乗員は5月7日、戦死総書では5月10日に同東への補給に成功した以後第369潜水艦に設営隊員50名と共に便乗し同東を離れた。死体を含めた特別攻撃隊についてメレオン島守備隊の将校が人中日誌昭和20年3月13日付に 以下のように記述している。終戦後の昭和20年9月17日、アメリカ軍と病院船、高砂丸がメレヨン島に到着、武装解除が行われる。9月20日、高砂丸は全生存者を収容して出港する。9月25日、有国別府市、九州大分県に到着、26日に全員が下船。海軍約840名。 陸軍786名が復員し、10月17日に残務処理が完了した。防衛朝鮮支出の調査によれば、配備将兵6426名、陸軍3205名、海軍3二2 1名中、死没者4800名、陸軍2419名、海軍2381名、生還者1626名、 陸軍786名、海軍840名となっている。厚生省援護局資料によれば、陸軍総員3404名、戦没2533名、転属237名、サイパン構想62名、福音572名、別府入院患者207名。海軍第44警備隊資料では、海軍総員3290名、 戦病死2253名、戦死175名、内地構想63名、福音799名。1946年、昭和21年、文部大臣、安倍義成は、雑誌、世界2月号において、メレヨン島の悲劇という記事を発表、メレヨン島生存者の手紙を引用しつつ、同等将校は食料を独占して、ほぼ全員福音たと述べる。 現職文部大臣の執筆であるため、反響は極めて大きく福音局法務調査部が調査を開始した。調査の結果、選挙から違反者、食料統制を乱す行為に対する処罰はやむを得ず、将校に責任を問う根拠もなく、違法性なしという結論に至った。同年7月18日、メレヨン島海軍側指揮官、宮田義信海軍大佐は自決。 安倍大臣は、自治新報、昭和21年7月20日府に、メレイオンの悲劇についてを、気候、幹部の、兵は、ただ己一人のみを考えればよかったが、将校には、部下があり、任務があって、良心的将校は絶えず部下のこと、任務等が念頭を離れなかったことを訴えたいという、主張を引用し、そういうことも洗う。と述べている。最高指揮官。 北村勝造陸軍少将は遺族への訪問を一年がかりで終え、1947年、昭和22年8月15日に実決した。終戦後、メレヨン島守備隊関係者は6時にわたるメレヨン島訪問を実施。草勝富一海軍中将を団長とした第2次、南方方面遺骨収集派遣団がメレヨン島を訪れた際、島民は、 水深8メートルに沈んだ西木大帝を特攻機と説明したが、これは3月12日に水没処理された機体であり、搭乗員は潜水艦で帰還している。1966年、昭和41年5月29日、慰霊碑文面4月10日付、全国メレイオン会員一同によって、福山市、ビンゴ五国神社に慰霊碑が建設された。百七十四年、 昭和49年には札幌市1982年昭和57年にはメレオン島に異霊品が混流された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。